over measures to reduce the number of members of the royal family. The ruling and opposition parties will begin full-fledged consultations around GW in late April or early May. However, what is discussed here is that it is not the realization of a female emperor or the establishment of a female imperial family. It is a proposal for the return of the old imperial family to the imperial register. This consultation on the proposal for the return of the former imperial family to the imperial register. According to the report of the advisory committee on the succession to the imperial throne, in the first place, this panel of experts, in order to deny the realization of a female emperor and the establishment of a female imperial family, some say it was done. Today, at the advisory council, in order to realize a female emperor and establish a female imperial family,歴史の曲解が行われていたことについてお伝えしていきます。女性天皇 .com 2021年12月に提出された皇位継承に関する有識者会議の報告書に、女性三宅創設の文字は出てこない。その代わり、女性皇族の夫と子供は皇族とせず、国民とする案が明記される。すると、愛子内親王殿下、過去内親王殿下は皇族なのに、その夫と子が皇族でないという奇妙な家族が生まれる。有識者会議が男系論者に忖度して、女系天皇につながる女性三宅創設を、どうしても認めたくなかったためだ。実は、そのために歴史が曲げられていた。女性皇族の夫を皇族とすれば、論理的に生まれた子も皇族になり、皇位継承権を得る。男系派はこれを女系継承だとして回避したい。だから、女性皇族が結婚しても、皇籍を離れないことまでは容認するが、その先の、女性三宅創設は癌としても認めないのだ。そもそも、有識者会議には、2017年6月の衆参両議院における付帯決議によって、女性三宅の創設等について検討し、結果を両院に報告することが求められていた。しかし、その結論である報告書は、女性三宅創設の諮問に答えていない。報告書が認めたのは、あくまで女性皇族の結婚後の皇室残留であり、女性三宅創設ではない。有識者会議のバックには、故安倍晋三元首相ら保守派がいて、女性三宅創設案を潰し、旧三宅養子案をご利用しようとしたためだ。妻が皇族で、夫と子は国民という、皇族・国民混成家族案は、立憲民主党が問題点を指摘している。野田佳彦元首相は次のように指摘する。女性皇族の配偶者の立場は一般国民のままですから。あらゆる自由が認められることになります。例えば、配偶者は政治活動を自由に行うことができますし、投票権もある。私はこの党に票を入れました。なんて SNS に投稿することだってできる。職業選択の自由がありますから、タレントにもなれるし、表現の自由も認められているので、自分の政治的な主義主張を発信することもできます。二人の間に生まれた子供たちにも、そうした憲法上の自由が保障されなければいけません。一方、妻である女性皇族は、選挙権もなく、自由な発言もできない。そんな家庭が出来上がるのです。加えて言えば、女性皇族だけに皇族費が支払われ、生活の手当がされるが、夫は自分で稼ぎ、子を養わなければならない。有識者会議の報告書には、和宮として歴史上も有名な、近子内親王殿下は、
徳川第十四代将軍家茂との婚姻後も皇族のままでありましたし、家茂が皇族となることもありませんでしたとあり、女性三宅宗説を認めないことは皇室の歴史とも整合的なものと考えられますと書いた。報告書は、内閣官房皇室典範改正準備室の官僚が下書きを用意するのだろうが、こうした歴史の曲解が女性三宅宗説を認めないという結論の根拠となっているのは残念だ。明治天皇の叔母である和宮が婚姻後も皇族であったとする報告書は間違いである。明治の旧皇室典範ができるまで皇族という概念自体がないためだ。それに代わる概念は後進である。徳川処分後、和宮は落職し、正会員の宮と号を改めた。1869年に京都に戻った後、再び上京し、1877年に亡くなった。この間、宮廷の正院として、徳川家ではなく、国の予算で生活していた。今の概念から見れば、皇族のように見える。だが、当時の概念で言えば、後進である。後進について皇族のことだと説明する辞書もあるが正確ではない。近代の概念である皇族は婚姻で身分が変わる。小室眞子さんは結婚したから皇族ではなくなり、雅子皇后陛下は結婚して皇族になった。これが皇族である。ところが前近代の後進概念は婚姻と関連しない。和宮は結婚しようがしなかろうが、生涯、後進であり続ける。進化の娘が天皇と結婚して皇后になっても、後進にはならない。徳川家康の孫、政子は、後水尾天皇に嫁いだが、後進ではない。後進とは、天皇と血統的つながりがあるものを指す言葉だ。明治に皇室制度を作り上げる際に重要だったのは家族制である。西洋的な一夫一婦の男女とその子供からなる近代家族こそ皇室制度の重要な核となる。天皇家は複数の宮家に囲まれ、それ全体が皇室という空間を構成する。これが近代的な皇室秩序である。江戸時代の上流階層の夫婦には側室が許されるなど家族秩序は近代とは異なる。妻が子をなさなかったり夫が亡くなったら実家に返されることもあった。未亡人となった和宮の面倒を見たのが徳川家でなく天皇家であるのも前近代的な家族観から見れば通常の慣行である。これが江戸期宮廷の伝統であった。江戸時代までと明治以降では天皇の家族制は大きく変わる。皇室という呼び方さえ明治時代に発明された。室とは部屋のことで、つまりは家族の暗湯である。西洋的な近代家族制を取り入れる大変革をしたからこそ西洋概念であるインペリアルファミリーの概念を入れて皇室と呼ぶようになったのだ。天皇周辺の家族を指す皇族も明治中期に発明された。皇族・国民混成家族案は有識者会議が今後の日本社会の家族の多様性を反映させるがために編み出した案ならまだわかる。しかしそうではない。伝統的な家族観を重視する保守派が女性三宅宗説を潰すために出した案である。保守派が逆説的に皇室の家族を壊そうとしているのは皮肉なことだ。和宮、家茂夫妻は皇族、国民混成家族であり、それが皇室の伝統であるという主張は滑稽としか言いようがない。有識者会議は最初から結論ありきで
自分たちに都合の良い専門家しか呼ばなかった。だからこんな情けない報告書になる。いかがでしたでしょうか。男系論者がいかに女性皇族を疎ましく思っているかをご理解いただけたはずです。ではその男系論者は何を求めているのか。それが旧宮家を皇籍復帰させ将来的に現在の天皇家ではなく旧宮家の末裔から天皇を輩出することが目的であると考えます。あれは現在の皇室に対する侮辱であり愚弄するものであると考えます。そこで当チャンネルは保守勢力が推進する旧宮家の皇籍復帰案に断固反対し、阻止するために4月26日金曜日午後6時から衆議院第二議員会館前で抗議集会を行います。法整備が終わってから声を上げても遅いのが今の日本政治です。ですから法整備される前の協議の段階で声を上げる必要があるのです。ぜひ皆様のお力をお貸しください。これからも女性天皇と共に明るい日本を実現する会をよろしくお願いいたします。